皆様、本日は PyConJP2020 にご参加いただきましてありがとうございます。この部屋では間もなく16時30分から、次のトーク、Python 時々キャストが始まります。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダースコア3です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。Zoom でご参加いただいている方にご案内です。発表前に Zoom の操作の練習をしましょう。質疑応答の際には、Zoom の挙手の機能を使います。Zoom の画面の下の参加者アイコンから挙手ができます。操作に慣れるために一度皆様挙手をしてみていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。今、数名の方に挙手いただいております。ありがとうございます。では、確認ができましたので、下ろしていただいて構いません。また、トーク中ですね、Zoom のチャットに質問や感想等を書いていただいて構いません。続きまして、YouTube ライブを見ている方を含め、全体にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、PyConJP アンダースコア3です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。また、この後17時15分から、本カンファレンス全体のクロージングセッションが予定されております。こちらもぜひご参加ください。また、その後18時15分から開催予定のオンライン交流会パーティーにて、飛び込み LT の募集もいたしております。公式ブログのリンクか、今から、Zoom のチャットに共有をいたします。リンクの方から、参加の申し込みができます。こちらオンライン交流会に参加予定の方はぜひともご応募ください。それではお待たせいたしております。これからベンベンさんの発表を始めます。タイトルは Python 時々ラストです。発表時間は質疑応答を含めて15分間です。発表前にマイクテストを兼ねまして、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。ベンベンさん、お手元に読み上げ事項のご準備よろしいでしょうか。あ、はい。はい、ありがとうございます。それでは読み上げの方からお願いします。動画もオンにしてもいいんですか？画面の共有少々お待ちください。はい、すみません。画面からお願いいたします。はい、私の名前は阿部和也です。発表のタイトルは Python 時々ラストです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP の行動規範に同意します。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それではビデオのオンと画面の共有の方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではアベメさん拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは Python 時々ラストというテーマで発表させていただきます。阿部克也と申します。阿部と言います。私は2月から、銀行を辞めて、IGS という会社で、教育や HR ブロックの、ブロックチェーンの研究開発をしています。あとスタートパイソンクラブとかフィンパイというパイソンのコミュニティや他にもさまざまなコミュニティの運営などもしている人間です。あとはですね、最近NHK にもニュースでも放送されたんですけど、こういった就活にブロックチェーンを使ってテクノロジーや人々のつながりによって社会課題を解決したいみたいなことを取り組んだりしているっていうようなことをやっています。はい、あと今日は私の個人的な意見なので、所属する機関の内容を反映したものではないのでご了承ください。で、今日の発表のモチベーションなんですけれど、実は私が先ほどやってたブロックチェーン研究をしていまして、こういった部分でですね、ラストの注目が高まっているってところから来ております。もともと暗号資産のイーサリアムの考案者のビタリック・ブリテンというのはパイソニスタでして、彼が作った開発考察し考案したサーパントとかバイパーっていうスマートコントラクトがあるんですが、こちらパイソンで実装されておりました。ただちょっと今重大な問題が起きてラストに移行されているっていうことが起きています。あとですね、他のパブリックブロックチェーンで Facebook が開発
作っているリブラとか、あとさらにリブラをさらに並列化したソラナみたいなものもですね、スマートコントラクト部分がラストベースで実装開発されているというところがありまして、まあ、こういったところから Python と Rust の関係というところをいろいろ考えているというところから来ております。今日の発表内容なんですが、まず Python の言語使用についてお話しして、続いて Rust と Python と Rust の呼び出し方と性能の話をさせていただきます。まず Python の言語使用なんですが、皆さん Python っていうのは言語使用だってことはご存知でしょうか？プログラムの実装シーンじゃなくて言語使用になっておりまして、皆さんが基本的に使っているのは C 言語で作られた、Python で、それは CPython と言います。他にも JSON とか .NET でできた IronPython とかいろんなものがあったりするがありまして、こういうのが実装になります。こういった Python 自身はグル言語といいまして、基本的にはこの手続きと手続きをつなげるっていうノリ付けのための言語として、まあ、Google などで利用されたところから大きな人気や発展につながっているって形になっておりまして、まあ、そこには機械学習のライブラリとかもありますし、まあ、昨今ではいろんなクラウドのサーバーレスですとか、あとまあ今まで UI とかいろんなパッケージとかも、言語とかパッケージとかとも連携つながっていくっていうものだと思っております。で、こういった部分の Python に対しては、やっぱりちょっと高速化っていう問題が少しありまして、まあ、Python 自身はちょっと高速、そのままでは高速化に問題がありますので、それに対しては並列化を行ったり、C 言語でライブラリを作ったものを呼び出したり、あと Cython というものとか、まあ、JIT コンパイラーのナンバーというものを利用するみたいな手段がありました。そこに対して、Rust というのが出てきて、まあ、これをどうやって使っていくと便利かなということを考えたというのが私のモチベーションです。では、この Rust というものはそもそも何かって話なんですけれど、このラストという言語は、まあ、できたのは最初に作られたのは2003年か4年ぐらいなんですが、リリースされたのは2015年と、かなり新しいプログラム言語です。あと、モジラとか AWS とか Azure などにもすでに支援をいただいております。で、安全なプログラム言語として注目を浴びているっていう言語です。さらに、5年連続で最も愛された言語というので、まあ、5年しかリリースしてたってないですけど、ずっと愛されっぱなしの言語になっております。これはスピーカーで、スタックオーバーフローってサイトの、まあ、愛される言語の欄にこういうのが載っています。で、ラスト自身の特徴なんですが、やはりパフォーマンスで非常に高速でメモリ効率が高いというところがあります。あと、信頼性という面で、メモリの安全性やスレッドの安全性が保証されているってところがあります。この両方があるってところが結構大きな話がありまして、プラスですね、生産性としまして、結構エラーの、まあ、メッセージが分かりやすかったりとか、あと統合的なパッケージマネージャービルドツールっていうのがあったりしたりとか、そういうものが多く備っているってところも特徴になっております。で、パフォーマンスとメモリーの関係をちょっと先ほど特徴だと言ったんですが、これまでほとんどの言語はパフォーマンスとメモリーの安全性っていうのは若干トレードオフの関係になっているという認識でおります。例えば C とか C プラはパフォーマンスの方はいいんですが、まあ、メモリーは自己責任になります。あと、Java とか Python っていうのは、ガベージコレクションとかでメモリーセーフなんですが、性能の問題がある。この両方を、解決しているっていうラストっていう、また新しいこの所有権を移動させることでメモリの安全性確保するっていうところが、まあ、これまでなかったところでとても画期的かなと思っております。このあたりの説明はちょっと今日は時間が足りませんので、私が他にコミュニティでやってたフィンテックエンジニア勉強会でラスト入門の本を書かれた金さんにですね、講演していただいた動画や資料がありますので、ぜひこちらをご覧いただければなと思っております。はい、早速、ラストをじゃあインストールする方法なんですが、このラストラストのサイトに行きますと、こういったコマンドがありますので、これを入れるだけで基本的にはインストールができます。あと、最新の状況はブログがありますので、こちらを見ると、最新バージョンが出てきて、どういったものが入っているか、変わったかということも確認することができます。今日はビギナー編ということで皆さんにお集まりいただいたんですが、まあ、エディターとかはじゃあどうするかって話は、最近はビジュアルスタジオコードがありますので、そういったものを使っ
ていただければなと思っております。でこちらにあのラスト4あの、コード保管やリファクタリングの拡張機能のプラグインがあったり、あとデバッグする用の、ものがありますので、この2つを入れるとかなり快適に開発が行えます。はい、でその後は、実際に、Python と Rust を呼び出す方法についてっていうのを説明させていただきます。ラストには、多言語間インスターフェース、多言語間インターフェースというのがありまして、まあ、様々な言語の、連携がするようなものが用意されております。この中で Python については主に2つ、PyO3 と RustCPython というのがあります。どちらも、Python から Rust を呼んだり、逆に Rust から Python を呼ぶことができるようなものです。まあ、これ今にもあの Jupyter から呼べるものもあったりします。で今日はまず PyO3 の話についてちょっと説明をさせていただきます。はい、まあ、先ほどと同じ説明なんですが、最新のバージョンは 0.11.1 というので、ね、まあ、若干ちょっとまだあの癖があるところがあるんですが、基本的にもう普通に使っても全然問題ないものです。はい、簡単にじゃ あ, あのメイン関数、ラストをメイン関数にして、Python を呼び出すっていうものについて説明させていただきます。ラストはですね、カーゴっていう統合ビルド環境を使って、スケルトンを作ることができます。この一番に書いているカーゴニューパッケージ名みたいなことをしますと、基本的にここであのメイクファイルのようなカーゴトムルってファイルと、あと今回はメイン関数ですね、メインラストの RS ってファイルができまして、こういったファイルを修正していきます。で3番目にちょっと書いていますが、まあ、こちらでですね、下の方にデメンシテーシンズってありますが、ここで、今回必要となる PyO3 のライブラリーを宣言していただくと、パッケージが使える、ライブラリーが使えるようになります。で、実際に、ラストのメイン関数を準備しましょうということで、これは全部ほとんど、書くことになるんですが、まあ、ざっくりとトピックだけ説明させていただきますと、一番最初の部分で、この自作した Python 関数を呼び出すということで、今回ちょっと簡単な、正っていう関数を、ハローパッケージの正って関数を呼ぶっていうイメージのものを用意したので、インポートして呼び出すっていうイメージがこんな感じで書くと呼ぶことができます。基本的にはこれで呼べそうな気はするんですが、まだちょっと、若干、おかしなところ、やりづらいところがありまして、カレントに置かれている Python ファイルをちょっと今探せないので、自分でパスを通してあげなくちゃいけなくて、まあ、こういった形でいつもこうパスを書くみたいなおまじないなコードを書く必要があります。ただ、ここまで書いてしまいますと、ラストから Python を呼ぶには、もうあと Python コードを先ほどのパスの部分に用意しまして、先ほどの統合環境のところで、ランというコマンドを打ち込むと、勝手にコンパイルとかビルドとかリンクも行って実行みたいなところまで一気にやっていただきます。で今回あの、基本的に run っていうコマンドの後ろに何も書かないと、デバッグ本の、ライブラリができるんですが、-release ってやると本番用のものができます。こちらの呼び出す方はリリース版じゃないとちょっと呼べませんので、今回はリリース版でまず動かすことしかちょっとできないという問題があります。これがざっくりと Python から、呼び出す、Rust から Python を呼び出す方法です。続きまして、Rust から Python を呼び出すメリットとしましては、まあ、元々の Python のライブラリー、scikit-run とかそういうものがあったらそのまま使うこともできますし、まあ、自分でそういった scikit-run とかそういうのを作ったものの関数を用意したものを先ほどのように呼び出すということができますので、まあラストにないものをこっち側で Python で作って呼び出すっていうことができるっていうところがあります。続いて、ラストのライブラリを作って Python から呼ぶ方法なんですが、こちらは先ほどのカーゴコマンドと同じような感じでパッケージを作るんですが、-lib っていうのを作るとライブラリができます。で、ライブラリと言いまして、こういったコマンドを実行しますと、先ほどはメインの関数が、ファイルができたんですが、今回は librs っていうファイルができまして、それだけちょっと変わるような感じです。で、それ以降は先ほどのメイクファイルとかソースを直していくんですが、メイクファイルのカゴトムルの部分にはライブラリファイルの設定と、先ほどの PyO3 のライブラリを設定しますが、ちょっと先ほどのメインとちょっと書き方が違いますので、ここだけご注意ください。
で、ライブラリの準備方法は、ラストガーで、今度は Python から呼んでもらう方法なんですが、ちょっといくつかサンプルを用意しまして、まあ、このように整数の引数を用意したり、文字数を用意したり、あとはまあ配列を用意したりっていうので、まあ、あの呼び出したり、あとまあ Python 独自だったら複数の配列、引数、値を返すことができますので、まあ、そういったものの関数を、Python で用意して、ラストで用意して、で、ラストをビルドを行います。で、ビルドしたファイルはですね、ある場所にできますので、ちょっとそれを、コピーして自分で、パスが通っている Python が見れる場所に用意しておきますと、あとは、今まで通り、まあ、Python でできていようが、C でできていようが、という形で、まあ、パッケージを呼ぶような感じで普通にインポートで呼び出して関数を呼ぶことができます。それで実行された結果は以下のようになりまして、まあ、対合の引数は、大体できるのかなという感じで思っております。ちょっとクラスとかもできそうなんですが、ちょっと私の方でまだ調べきれてませんので、もしそこまで分かったらまた後で発表する機会があったら報告できたらなと思っています。で、Python から今度はラストを呼び出すメリットとしましては、やはり処理の高速化したい部分をライブラリみたいにしてできるってことと、あとそういった部分は今まで C とか C プラで作る手段とかしかなかったんですが、まあ、ラストを使うとメモリセーフな状態でこういうことができるっていうのがメリットかなと思っています。はい、続いて、性能について。まず性能比較の準備としましては、ちょっと今回 Jupyter を使って Python と Cython と JIT と Rust っていうのをまとめて計測しようかなと思います。まずはちょっとこんな感じでインストールして Jupyter を開きます。で、それでちょっと実際に、以下のように、これ同じ Jupyter のファイルにまとめて、一緒に書けるんですけれど、 Python と Cython と JIT コンパイラーと Rust っていうのを書いて、まあ、1万件の二重ループでただ単にカウンターを足すっていう本当にしょうもないプログラマーなんですけど、ちょっと動かしてみました。すると、Python に比べて、Cython とナンバーの JIT ナンバーの方はだいたい倍ぐらいの性能が出ましたが、ラストはもう100倍近く速くなったという形になりますので、かなりこれは、嬉しいかなと思います。で、まあ、私のスペックはちょっとこんな Mac なのでこんなものなんですが、もっと速いマシンでやるともっとすごいことになるんじゃないかなと思います。ちょっと、説明が足りてませんでしたが、これまでのソースコードは全部 GitHub にあってこうパスが書いてますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい、あとはですね、Jupyter の場合はですね、先ほどの PyOS みたいなことをしなくても普通にこうお互いの Cython、とかナンバーとかも呼び出すみたいなことができますので、ぜひ参考にしてください。はい、ということで、まとめになります。ラストはメモリセーフと性能のトレードオフ関係を打ち破ってくれるっていう点があるのと、あと Python と Rust 間は割と呼び出すがスムーズかなと思いました。ちょっと一部おまじないがあるのがちょっとありますが、そこら辺はいつで解決するほど望んでいます。あと Python は今後もグル言語として、まあ知れととして発展し続けるものかなと思いました。ちょっと今回は説明できませんでしたが、 Rust は並列化や非同期 IO みたいな機能もありまして、こういうものを使うとさらにマッハにすることもできます。はい、あと点で、毎月私 Python のコミュニティでスタート Python クラブ月1でやっておりますので、今回来月も秋の出版祭りってするので、ぜひ皆さん興味があればご参加ください。はい、ちょっと時間が10秒ぐらいオーバーしましたが、私の発表は以上になります。どうもありがとうございました。ラベンベンさん、ありがとうございました。残念ながら質疑応答のお時間残っていないようですので、何か質問とありましたら、参加者交流のスラックの方でご質問をされてください。はい、オーバーしちゃってすみませんでした。いいえ、とんでもないです。はい、質問していただければ。プラス10秒、ぴったりぐらいですね。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様、阿部美恵さんに大きな拍手をコメントでお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。